楽しんでいただけてるでしょうか。とですね、次に披露させてもらう曲なんですけども、昨年大阪と東京と福岡に新しい曲をいただきまして、その時に私たち騒音プロジェクト福岡に初めてできた持ち曲となっています。とですね、やっぱ福岡ということで福岡の方言だったり名物ラーメンを食べるふりだったり、いろんなところに福岡らしさが、いっぱいね散らばっているので、歌詞とかにも注目しながら見ていただけると嬉しいです。それでは聴いてください。順調よくなるか。
はい、はい、私たちサワンプロジェクトにはですね、はい、放課後ライブという定期公演がございまして、はい、今回サワンプロジェクト福岡も11月の11日土曜日に、うん、私たちの通う学校福岡スクールオブミュージック高等専修学校の校舎の中にあるホールにて開催されることが決定しております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。私たちは先ほども紹介しました通り、はい、授業の一環でアイドル活動をさせていただいております。はい、今年もたくさんの1年生が入ってきてくれまして、はい、そんなたくさん入ってきてくれた1年生だけの公演も今回ございますので、はい、ぜひ今日見に来てくださった方で気になるなって方がいらっしゃいましたら、ぜひ足をお運びいただきたいなと思っております。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、そしてですね、そちらの詳細はTwitter や公式ホームページに載ってますので、そうプロジェクトと検索していただきたいんですが、学校がもう博多のもうここからすごい近いところで、バスで10分ぐらいのところにありますので、多分皆さん来やすいと思いますので、ぜひぜひ私たちのライブに遊びに来てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではですね、ちょっと名残惜しいんですが、最後の曲に行きたいと思います。それでは聴いてください。冒険者たちよ。We'll be right back.
本日はサワンプロジェクト福岡のパフォーマンスを見ていただき本当にありがとうございました。終演後ですね、そちらの物販ブースの方で、今回披露させていただいた曲を曲の CD を販売しておりますので、ぜひ気になった曲があったりしたらちょっとブースに覗いてみていってください。そして放課後ライブにもぜひお越しください。私たちの応援をよろしくお願いします。